皆さんこんにちは。今回はこの第100層への道のりオーダー引いていこうかと思います。これね、みんな引くんですよ。やっぱりこのね、ヒースクリフがめちゃくちゃ強くて、もうほんとチートというか、まあ、パワーインフレじゃないかって言ってる人もいるくらいなんですけど、まあ、何が強いかって言えば、まずはこのパワーライズ3ですね。この攻撃力が800上昇っていうアビリティ効果が、まあ、純粋に強いというか、まあ、これが強いっていうのは結構有名な話なんですけど、まあ、フレームコンバージョンって火属性ダメージが上昇して水属性ダメージが低下するデメリットがあるやつなんで、まあ、これは全然普通の効果だし、まあ、火属性っていうのがいいですね。85層フロアボスも突飛が弱点で火属性有効だし、まあ、100層フロアボスもね、弱点が残火なので、まあ、火属性がいいということで、まあ、ここまでは普通なんですけど、この下ですね、この強行手段、これがめちゃくちゃ強い。キリトを同じセット内でつけてないだけで最大 HP が 10% 上昇、攻撃力 20% 上昇、スイッチのスキル威力プラス 200%、 クリティカル発生率 10% 上昇、クリダメ 10% 上昇、全部つくんですよこれ。まあ、覚醒効果は状態異常を回復する効果なんですけど、まあ、とにかくこれキリトつけないだけでめちゃくちゃ強いんですけど、まあ、キリトといえば、まあ、片手直剣スキルに多いので、まあ、片手直剣を使わない時にね、使われることがほとんどなんじゃないかなって思うんですけど、まあ、この性能がもう異常なので、まあ、みんな引きに入ってる感じですね。でこれはピックアップ2つあるんですけど、もう片方は二振りの技物キリト、これが、火属性の鬼バフ3ですねがあって、でまあこの火傷スタック減少は今のところは、まあ、使わない効果、まあ、使うかどうかわからないんですけど、まあ、ブレイクゲージ増加量が多い、これが大事ですね。あとは覚醒効果の噴光、まあ、この効果ね、大体残火属性でブレイク増加、そして鬼バフがあるっていうのは、まあ、ロイヤルフラッシュキリトっていう覚醒スキルとほぼ同じような効果なんですけど、まあ、スキルモーションがかなりね使いやすいやつですね。でまあ、ロイヤルフラッシュキリトといえば、まあ、アクトさんが、まあ、アイコンに使っている、ね、イラストのキャラなんですけど、まあ、スキルなんですけど、まあ、それと似たような感じで、でまあ、100層フロアボスはブレイクがすごく重要になるので、まあ、このスキルすごくねいいですね。まあ、どっち引けてもいいと思います。100層フロアボスはブレイクしないとちょっと回復されてしまうんですよ一気に、まあ、それがかなり辛いので、まあ、これあってもすごくいいですね。まあ、覚醒スキルなので、まあ、覚醒スキルは1枚でも多く持っておく方がいいので、まあ、あって損はないスキルではあります。まあ、ただこれが来ないとちょっとまあ思うところはあると思うんだと思うんだと思いますってね思います。はいはい、じゃあこれね引いていこうと思います。じゃあスタート、えい、はい、早く始まれ、始まらないこいつ、早せよ早せよ、スキップしちゃうぜ。終わります。